こんにちは。今回はこのお茶漬け海苔と鮭茶漬けを使っておにぎりを作っていきたいと思います。ではこちら開けていきます。今日はご飯多めなので2つとも入れたいと思います。一回混ぜて下に変えてから鮭も入れていきます。お茶漬けはご飯にかけて食べるものなので、そのまんまご飯に混ぜても美味しいですね。なのでこうやって混ぜてからおにぎりにしても全然合いますね。塩気もあってちょうどいいぐらいになります。また海苔とかにはあられも入っているので、あられの食感も楽しくて、いつもとは違う味わいになるかなと思います。あまりお茶漬けを食べない人でもいけると思います。またラップを使って握っていきたいと思います。こんな風に握れます。開けるとこんな感じですね。ちょっと緑色が、お茶漬けの元々の色がついている感じになってます。鮭と今日はお茶漬け海苔と両方入れたので、両方の具材がちょうど絶妙に混ざってる感じになってますね。食べてみると普通のお茶漬けの味がしてとても美味しいです。こうやって作っておくと、またたくさんできちゃった場合はラップに包んで冷凍庫に入れておくとすぐ食べられますよね。こんな感じでお茶漬けを消費していくとすぐなくなるかなと思います。この動画が良かったと思った方は高評価お願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴していただきありがとうございました。